クシングのグローブを置いてもいいっていう思ってるんで、引きだけでも引退、勝ち以外は引退しようかなって思ってます。去年8月、セレス小林世界初挑戦。セレスはチャンピオンと互角以上に渡り合うファイトを見せたが、惜しくも判定引き分け。セレス小林の世界初挑戦は失敗に終わった。あれから半年、セレス小林世界再挑戦。判定負け、黒星デビューのセレス。決して天才でもハードパンチャーでもない。巧みな技術と頭脳的なボクシングが持ち味。日本タイトルも3度目の挑戦でやっと掴んだ苦労人だ。普段は葬儀屋に勤めるサラリーマンボクサーセレス小林。仕事とボクシングの二重生活を愛する家族が支えてきた。嫁さんには今まで苦労かけてるし、子供だってね、僕そんなにそんなことしてあげられないんで、世界チャンピオンだってね、リングに上げてあげたいですよね。ただ優香のパパは世界チャンピオンだって。ごめんなさい優香。前回一番悔しかったこと、それは娘との約束を果たせなかったこと。チャンピオンになって家族みんなでリングに上がる約束は今度こそ叶うのか。失うものは何もない、人間のは強い、ずっと思ってたんですよ。でも子供が生まれて、あ、違うんだなと思ったんですよね。守るべきものがある人間の方が絶対に強いんだなっていうのが僕は今思ってて、だから今回も何が何でも勝ちたいんですよね。もう何でもいいんですよ。もう本当 KO でなくてもいいんです。判定でも何でもいいんです。とにかく勝ちたいんですよね。41戦33勝25KO7敗1分け in 1988 First WBA Minimum Champion 93 WBA Light Flyweight Champion 99 WBA Flyweight Champion And now WBA Super Flyweight Champion 4階級制覇 From Venezuela Leo Torito Camus。29戦22勝13KO4敗3分け In 1998 日本フライ級チャンピオン4 straight defending Final challenge 国際ボクシング You must go チャレンジャーセレス小林 And today's referee 9 times in Japan 畠山戦のレフェリーでした。 From United States アルマンド・ガルシア。WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ12回戦、放送席の解説は元世界チャンピオンのお二人、ファイティング原田さんと浜田剛さん。ゲストには次にも世界を狙おうかという18古賀ジムの長島健吾さんをお招きしています。皆さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。この試合は1ラウンド中に3度のダウンがあると KO 負け、そして偶然のバッティングによって試合続行不可能となった場合、4ラウンドまではドロー、チャンピオンの防衛、5ラウンド以降は採点による判定となります。さあファイナルチャレンジを迎えましたセレス小林、そして4階級制覇のレオ・ガメス。妻よ娘よ、パパの勇姿を見てくれ、ボクサー人生の集大成を迎えました。背中が見えています。今左を放っていきましたセレス小林国際ジム、これが2度目の世界挑戦になります。前回は去年の8月、真夏の暑い両国国技館でした。チャンピオンの綱川とドロー、タイトル奪取はならなかったセレス小林。今回は負けたら引退、引き分けても引退、悲壮な覚悟で臨んでいます。一方背中が見えているのがチャンピオンのレオガメス、ベネズエラ4階級制覇、ベネズエラの英雄です。さあいい動きを見せているセレス小林、赤と白、日の丸を意識したトランクスを身につけています。左
さあファイティング原田さん、はい、小林の動きはどうですか。そうですね、積極性ですね、1回目からね、はい、非常に調子もいいんじゃないですか、やっぱり引き上げだったらもう負けたと一緒ですからね、そういう気持ちでもう本当に今度は勝たなきゃいけないっていう気持ちで言ってますからね、はい、それがもう1ラウンドから見えてますね。田村剛さん、はい、セレス小林動きどうですか。いやー気合入ってますね、ガメスみたいなベテランで、はい、タイミングのいい選手は1ラウンド目で叩いておくこと、今いい戦法ではありますね。今右は空を切りました。長嶋健吾さんどうですか、近い将来世界挑戦を計画されていますか、この世界戦の舞台1ラウンド。セレス選手立ち上がりいいですね、動きいいです。非常に楽しみな立ち上がり、はい、ガメスの右をどう いかに殺してボディを打つか、このガメスと言いますと右のストレート、そして右のアッパー、先日の戸高戦の時には戸高の顎の骨を粉砕する、そんな強い威力を持っています。チャンピオンのレオガメスは背中を見せています。フェイントから右から蹴る、パンチを打っていきました。セレス小林、今小林いい感じで、入れてきてますからね。なるほど、その次の攻撃がいつ出るかですよ。あっと蹴り、ちょっと頭がぶつかったか。ナイスボディ、ナイスボディです。ナイスボディ、ナイスボディ、ナイスボディ、ナイスボディ。1ラウンドは様子を見ていくというガメス、そこの付け入る隙を狙っているセレス小林です。あっと打ち返してきたチャンピオンのレオガメス、右ストレート、右アッパーだけは気づけんでいたんですよ。連打はサムドをガメス打たなくなりましたからね、一発一発は。さあチャレンジャーのセレス小林、ボディボディ当たっている。押し切るのは大事ですね、押し切るのは大事、原田さん、完璧にペースはセレスと見ていいですか。いいですね、いい攻撃でしょ、ここで叩き込んでもいいですよね。あっと、強打を振ってきましたレオガメス、チャンピオン、フェイントを入れて相手の動きを確かめています。セレス小林、画面背中が見えているチャレンジャー、あっと、ナイスボディ、1人、ワンツー、ブロックされましたからね、あれでもいいんですよ、プレッシャーかけておいて右を逃がしていきました。返せばいいわけですから。残り10秒を切った第1ラウンド、第1ラウンドから激しい攻めを見せていますセレス小林、第1ラウンドを終了しました。大きな拍手が横浜アリーナの中を突破します。さあセレス小林の2度目にして最後の挑戦、第1ラウンドが終わりました。ファイティングカナダさん、はい、どうですか1ラウンドご覧になって。いや1ラウンド積極性ですよね、挑戦者らしく、非常に僕はポイント取ったと思うんですけど、非常にいい攻撃だと思いますね。浜田剛さんは、いや本当にいいですよ、もっと硬くなって体動かないんじゃないかなと思いましたけどね、1ラウンドからあれだけ動けるというと、もっと回復を重ねることにもっと手が出てきますから、いい感じですね。長嶋健吾さんはこの1ラウンドご覧になってどうでしたか。いやセレス選手の立ち上がりは非常にいいんでびっくりしました。なるほどね、何かこう緊張感というのは全くないですね。そうですね、はい、積極性があってすごくいいと思います。これからの立ち上がり楽しみになってきました。第1ラウンドはチャレンジャーのセレス小林がぐん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 前に出ていきました。さあ第2ラウンドのゴングが鳴りました。背中が見えているのがチャンピオンのレオガメスです。4階級制覇のチャンピオン、ベネズエラの英雄です。5ヶ月前戸高秀樹の顎の骨を砕いてタイトル奪取、このスーパーフライ級タイトルは初めての防衛戦になります。プロキャリア16年、37歳の大ベテラン。おっと来ましたね、来ましたね。1ラウンドは様子見だったんでしょうかレオガメス、2ラウンド目から来ました。小林が思った以上に出てきたんで、おっとこの辺で止めとこうということでしょう。なるほど、右を伸ばしていきました。外に右、その右は避けたあたりで打っていかんでたんですよ、はい、37歳のガメス、勇猛果敢で持久力があるというジャネイロ族出身です。トウモロコシ、牛乳、蜂蜜で育ったと言っています。体力の衰えは全くないと豪語しているんですが、今年限りで引退するとコメントしました。5ラウンドまでに倒すと宣言、本音は後半勝負が嫌なんでしょうかレオガメス、右の深い右を伸ばしてきましたレオガメス、中間距離ではいい感じできますからね、はい、そこだけは気をつけてもっと距離を詰めるないし、浜田さん、この距離はどうなんですか、ガメスですか。イーブン、ややガメスのパンチも生きるというところがあるんですよ、はい、そうですか、こういったのが飛んでくるわけですよね、はい、鈴木さん、はい、赤コーナーチャンピオン陣営なんですが、やはり1ラウンドは作戦通り様子を見ていけということで、このラウンドからが勝負と見ています。なるほどね、その言葉通り出ています。左を伸ばしました、右は空を切った、赤コーナー背負っています、チャンピオンのレオガメス、右を返すガメス、
第2位。画面の左側、セレス小林は1階級アップして減量はスムーズになりました。食べながら練習できたと話しています。持久力、パワーを実感していると。あーキャリー。一番は減量期のストレスから解放されたこと。イライラしなくなって娘の優香ちゃんが一緒にお風呂に入ってくれるようです。前回の調査の時には嫌がってお風呂にも入ってくれなかったと話しています小林。精神的、肉体的に十分な状態です。このペースが速くないですかね。このペースでいいね。このペースでいい。一発一発あの打ち合いだと。本当にいい。ちょっと右と前出る。小林、横に逃げないといけないね。はい。セレス選手もっと横の動きが欲しいような状況です。横の動きね、はい、正面から行くとやっぱり右が怖いんで。そうですね、はい、鈴木さん、はい、チャレンジャーサイドですが、前に出ていけ、相手のクロス系のパンチに気をつけるという指示です。ただ一つ心配なのは、どうやら用意したマウスピースがないようなんですが、今予備のマウスピースを使っています。そういった精神的なちょっと心配があるかもしれません。あの試合前ちょっとマウスピースが合わないような場面ありました。まあセコンドも随分緊張してるんですね。そうですね、ヒャリーこれは買いかぶっていきました。よく見えています、セレス小林。右サビから右、ブラックの北、ダメスの右、ナイスボール、ナイスボール、ナイスコンビネーション、2人のクロス、第2ラウンドが終了です。大物を深くしてみましょう。セレス小林が9歳年下です。身長ではセレス小林の方が14センチも上回っています。脅威はほぼ同じ、リーチはセレスが3センチ。まあですから身長と比べるとレオガメスのリーチがいかに長いかがこれで分かっていただけると思います。第3ラウンドを迎えます。 WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、チャレンジャーのセレス小林が画面の右側。去年8月真夏の世界初挑戦は無念の引き分けでタイトル奪取はなりませんでした。セレス小林アッパーを見せてきました。チャンピオンのレオガメス、ね、うん、今日2度目の世界挑戦の、おっと右ガメス、この右だけはやっぱり怖いですよ。怖いですよ。おっと前に出てきたぞ、ガメス。一発で倒すもの持ってますからね、さあ左、このチャンピオンのレオガメスの右には気をつけなければいけません。セレス小林プレッシャーをかけて前に出てきます。ガメス、あボディ、ガメスが嫌がるのはですね、連打で来られるのが一番嫌がるんですね。あガメスが嫌がるのは、はい、一発一発の打ち合いだったらやっぱりガメス、あのいいペースでいきますからね。なるほどね。ちょっと距離を取っています、セレス小林。小林はパンチ続けることはない、はい、一発じゃなくて続けることですよ。今左から右のコンビネーションを見せていきました。右右サウスポースタイルのセレス小林です。前回は引き分けでタイトル奪取ならなかったセレス小林、今日は負けても引退、引き分けても引退、必死の覚悟での挑戦です。右のリードジャブ、的確に顔面を捉えています。両選手もやっぱり平場君と叩き合ってね、やっぱり小林君もうまいボクシングしてますよね。なるほどね。今のところガメスをちょっと上回ってる感じですよね、長嶋健吾さん、はい、ガメスの方は打ち返してき ていますが、セレス小林の余裕はどうですか。よくパンチ見てますね。見てますか、はい、じりじりと前へ前を詰めていくレオガメス。ガメスはあの足がないんで、もっと左右の動きで揺さぶりたいんですけど、スピードが流れてます。ボディだいぶ効いてますね。ナイスボディ、ナイスボディ。ボディは弱点と言われています。レオガメス、さあショート連打当てることができるか。腕をかいくぐった。ボディ効いてくるとパンチは余裕打てなくなるんですからね。そうですね、うん、おっとアッパー、ちょっと苦し紛れのアッパーがレオガメス。そのパンチはよく見えているようです。セレス小林、右右へと回り込んでいきます。ナイスボディ、左のボディ。あのパンチ当たると何回も何回も続けてもらいたいですね。なるほどね、鈴木さん、はい、チャレンジャーサイドとしてはサイドへ回ってボディへの攻撃、こういった指示が繰り返されています。おーっと一人のクロス、ボディを返していきます。レオガメス、ちょっとガメスの方もむやみやたらに振り回してるといった感じがあります。あガメスは直射は強いんですよ。あーこれ直線強い、直射は強いですね。回らなければいけない。セレス小林正面立ってはいけない。接近戦、ナイス、ガメスいいもの持ってますからね。ちょっと距離を取りました。セレス小林、スタミナは十分です。セレス早い勝負に出ています。チャンピオンのレオガメス37歳。あーナイスボディ、あーボディ上がってますね。ボディ打たれて極端に嫌がってますね。嫌がってますか、はい、あーっと下のストレート、だからあの顔面が生きてくるんですよね。あーなるほどね、ガメスもねどんどん打った方がいいですよ。下がるとあーっと今打ち、第3ラウンドが終了です。
原田さん、はい、このセレス小林のボディーブローがかなり効いてるみたいですね、いいですね、非常に攻めはいいですよね、はい、あれも何回も当たるパンチを何回も打ってもらいたいですね、そうするとね、やっぱり下がってきますんでね、なるほど、どうしてもボディがかかりますからね、顎が上がりますからね、そういう意味でストレートやなんかフックが生きてきますから、さあセレス小林ボディ攻撃が後半に功を奏すことができるのか、ちょっとチャンピオンガメスの表情が苦虫を噛みつぶしたような感じになってまいりました。 WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ第4ラウンドを迎えています。あ、今右が伸びました。背中が見えているのがチャレンジャーのセレス小林国際ジムです。今日が2度目の世界挑戦。一方画面の向こう側、4階級制覇ベネズエラの英雄レオガメさん、あーと右を伸ばしていきました。この右には気をつけなければいけません。あーから右、やっぱ右ストレートは強いですからね。なるほど、これ一発一発、これは変だとなかなか来ないですからね、だから一発一発の、はい、間を置いてのパンチが落ちますから、そこはずらすことですね。あーっとボディーブロー、あーと右、あーこれは気をつけなければいけない。ガメス出てきましたね。出てきましたね。やはりこの序盤の3ラウンドポイントを取られているとでも思ったんでしょうか。レオガメス、早い回で終わらせたいレオガメス、ここに来て強引に割って入ってきました。ナイスボディー、ナイスボディー、1人、あー、トップ、レオガメス弱点がボディー、そしてあまり打たれ強いとは思えません。レオガメス左ストレートでモンドリ打って倒れるシーン、今までに何度も見ています。鈴木さん、はい、赤コーナーチャンピオン陣営なんですが、中に入ることができればもう積極的に打っていけという指示が出ています。なるほどね、もうやっぱりいろいろとね、はい、そのスタミナの考えいくとね、年齢差が出てくると思うから、なるほど、勝負していくんじゃないですか。そうでしょうね、本人は5ラウンドまでに倒したいと、そういうことを言っていました。レオガメスチャンピオン、小林選手は、ボディをフェイントして上に返しても当たりますね。お、なるほどね、はい、ちょっとガードが下がってますか今、はい、そうですね、レオガメス、あー、ナイスボディ、はい、このボディをしつこく狙っていきたいというセレス小林です。うーん、右ストレート、これは気づけなかったんですよ。右ストレートね、右ストレート、右アッパー、はい、ちょっと中途半端な距離にいるか、あ、右、左、はい、さあボディから右ロック、アッパー、前出る、セレス前出る、ここで連打できるかどうかですよ。ナイスボディ、ナイスボディ、アッパーよく見えているセレス小林、このガメスのアッパーが戸高秀樹の顎の骨を折りました。これには気をつけなければいけない。さあ正面に立っています、右を伸ばした、この右は届かない、仮に正面に立ってもですね、数打てばですね、相手はなかなか打ち返してこないですからね。なるほどね、ただ一発一発の間を置いたやり方というのが、あ、ボディ効いてるか、効いてるか、これ効いてるか、さあボディ攻撃、セレス左アッパー、左ボディアッパーを返していく、ダメス、こうやって数を集めると、数を打つのが大事ですよ。タッチマッパーだ、セレスマッパー、鼻血出しましたね、ガメス、おー、ガメス鼻血、おー、鼻血出てます、ナイス、左が内側、右のボディーブロー、あー、チャレンジャー、セレス小林、ずいぶん流れてきましたよ、あー、右、ガメスと右、今鼻血が飛び、あーっと右、ちょっとひるんだセレス、あーっと危ない、第4ラウンドが終了です。1週間前に来日したガメス、30時間の移動でご機嫌斜めでした。しかし翌日からの練習では37歳と思えない軽快な動き、4歳の息子に野球用具一式も購入しました。おとといの調印式にはひげを剃っていて15分も近く、4階級制覇の余裕かと思われたガメスですが鼻血を出しています。WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチは第5ラウンドを迎えています。12回戦、背中が見えているのが4階級制覇のレオガメス、今額のブローを伸ばしていきましたチャレンジャーのセルス小林。ファイティング花田さん、はい、ここまでご覧になってどうですか、両者の、まあ、有利不利といいますか。そうですね、僕は小林君がいくらが有利だと思いますね。おー、なるほど、いいペースで来てると思いますよ、ただ安心はしちゃいけませんね。なるほど、浜田剛さん、はい、やはりこれガメスは百戦錬磨の英雄ですから、この辺りの狡猾さといいますかね、試合運びうまいですよね。そしてごまかし方もうまいんですよね。あ、なるほど、それをごまかしを、乗らないためにも、パワーで押し切るのも大事なんですね。なるほどね、ちょっと3ラウンド目の最後の方ですね、小林いいの食ったんで少し、そうでしたね、今失速気味なところあるんで、これ下がっちゃいけないんですよ。下がっちゃいけない、はい、はい、あ、ボディーブロー、このラウンドはガメスの方の手数が出ています。ガメスの鼻血出しましたからね、鼻もっと、まあ、攻めるっていうんですかね、そうですね、相手が鼻血出すと、はい、スタミナなくなってきますから、
ここで連打できることがあった。ガラスタッパー2小林の当たった後の攻撃が欲しいところですよね。なるほどね、うん、まあ、ダニエルさん、はい、まとめとってもうまいですけどね。うまいですよね。チャンスと見ると、はい、左を伸ばしていく。右に小林、あっと左、セレスの左、ここで手が出ることになることですね。鈴木さん、はい、チャレンジャーセレスサイドですけれども、ようやく本来のマウスピース届きまして、あ、よかった、ちょっと安心した表情を見せましたね。なるほどなるほど。このラウンドはちょっとセレスの手数が出ていないようにも見えますが、長嶋健吾さん、はい、これどういうことなんでしょうかね。ガメスが思った以上に出てきてるんで、お、やはりこのあたりパンチ力というのも感じているんでしょう。セレス小林、あ、ボディーブロー、あのガメスの右は本当一発で試合展開を変えるだけのパワーを持ってますから、ガラリとね、はい、ちょっと右を食ってますね。あ、そうですか、このラウンド、うん、危ない。ちょっとガメスの方もハムジが出まして口が開いています。ガメスも呼吸苦しくなりますからね、だからこれはスタミナロスになりますね。なりますからね、そう踏ん張るところですよ。5ラウンドまでに倒したいというガメス、その5ラウンドが来ました。この回ってやっぱり今は言っちゃってますけど、両方全員両者辛いですよ。この回でこの回でまた、はい、もうですね、セレスセレスも辛いですね。今いなっ、ナイスコンプリボディ距離を取りました。1人1人ガメス、ガメスの右をもらってはいけない。あーっと2人ナイス、あガメスも来た、ガメスも来た、右を越えるんですよ。ガメスも来た、ボディを必要に攻めるセレス小林、左のキックから右クリンチに逃げる小林。第5ラウンド時間がなくなります。ガメスちょっと目の上で切りましたかね。あ、そうですか。第5ラウンド終了です。トモエ夫人に出会ったのは試合に負けた日の夜、居酒屋でした。その出会いから連勝街道がスタート。結婚、そして子供の誕生がなかったら日本チャンピオンにもなれなかったと思うとセレス小林、前回果たせなかった一人娘優香ちゃんとの約束、リングで抱っこと記念撮影、これを実現したいところです。第6ラウンドが始まりました。 WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、チャンピオン背中が見えているベネズエラのレオガネス、そして画面の左側、今フェイントを見せていきました。赤と白のトランクスが挑戦者セレス小林です。ちょっと距離を取っています。右足でフェイントをかけた一人、今ちょっとガメスのパンチもカウンター気味に食いました。セレスはミナッパ ー、ちょっとセレス の動きがちょっと止まってきてますからね。ああ、そうですか。止まると今右来ますよ。あ、右来ますよ。果敢に右を振ってきます、うん、第6ラウンド。鈴木さん、はい、赤コーナーチャンピオン陣営なんですが、このガメスの右の目尻に近いあたりのマッタ、傷はそれほど大きくないということです。なるほど。で今ガメス自身がインターバルで、このラウンドは4ラウンドか5ラウンドかというふうに尋ねる場面がありました。あれですね、分からなくなっているような感じですね。まあそれはですね、確認する意味ということで、そんな珍しいことじゃないですね。そうですか、はい、はい、右のボディを伸ばしていきましたチャンピオンのレオガメスです。ガメス右の目尻を使うね。そうですね、チャンピオンも体調は良し、そしてセレス小林も絶好のコンディションでこの世界戦を迎えることができました。毎日訪れる新聞記者の皆さんにも笑顔で対応していました。さあコンビネーションデビュー、手数出して前へ出る、第6ラウンド出すこと、大きくフックをスイングしていきます。ガメスの体を立ててですね、血にまみれています。ガメスを立て、体を立ててロープに詰めると、そうするとガメスのパンチ出なくなるんですね。これ一回引き立てね、どんどんね。いや、浜田さん、これガメスとしても相当苦しいですよね。そうですよね。3ラウンド目のボディフローまだ効いてますからね。あっと、右のボディ、だからちょっと動きが止まったガメス、5回目ぐらいやっぱり勝負来たんですよね。なるほどね、そうですね、ここが攻めだと思いますよ。小林くんもね、はい、ガメスはやっぱボディーブローは嫌がりますね。そう、ナイスボディー、ナイスボディー。だからこの仮にブロックされてもいいんですよ。ブロックされても打ってればいいんですね。あ、ナイスボディー、決勝ですよ。ガメス自分だ、いいでしょ。ガメスが止まった、ここで連打欲しいですね。さあセレスチャンス、セレスチャンス、あー連打欲しいですね。欲しいな。ガメスも苦しいですからね。あー、ちょっと距離取った、ガメスも苦しいですよ。あーっと右、回り込んでの右、ガメスの動きが止まった。ガメスはやっぱり鼻血で鼻が詰まったのか口開いてきましたからね。なあ、ひとりひとりひとり、非常に上部の攻撃いいですよ。あ、ひとりひとり、ボディから上に返してほしいですね。ボル
テージが上がっている。チャンスだ。さあ引いた。ダメス引いた。チャンス。セレスチャンス。セレスチャンス。これは止めたいですね。ダメス倒せるの？引いてますよ。あと打ち返してくる。ダメス。ここでもう一人。セレスチャンス。小林体を投げさないこと。第6ラウンド終了。馬健吾さん、このラウンドセレスチャンスでしたね。そうですね、あの5ラウンドガメス選手が、あの前に出てきて、はい、あの流れが、移りかけたんですが、ちょっとね、はい、完璧にまたセレス小林がペースを第6ラウンドに握り返しました。37歳、今年限りで引退、チャンピオンのまま引退したいというレオガメス、その夢を打ち砕くかセレス小林。WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチは第7ラウンドを迎えました。鈴木さん、はい、このラウンドからセレス選手の奥さんと娘のゆうかちゃんがリングサイドすぐ下まで来まして、あ、そうですか、今その姿を確認して出ていきました、はい、なるほど。さあ前に出る、セレスが前に出る。ここ連打を一番に上がるのは続けて打たれることが上がりますからね。なるほど。あ、1人うまい、1人ガメスもボディがだいぶ効いているのか、スピードだいぶ落ちてきましたね。落ちましたか、はい、あ、ちょっと体がしたら本当にもうチャンスですよね、はい、ただあの安心して、あの右側ですね、ですね、はい、あの打たれていてもガメスというのはここぞという余力は残してますからね。一発だけは持ってますからね、はい、あおっと詰めてくる、ガメス詰めてくる、足を使ったセレス、これはあのマウントとそういった感じで取りますから、はい、あと2人相手のオープンに詰めて連打できるかどうかですよ、はい、さあショート連打、ショート連打、国際ジム転倒のショート連打、2人あっと右の左のフック、レオガメス中に入って右のフック、左のストレートは火を吹くか、セレス小林、ナイス、あ、ナイスボディ右、やっぱり上下の攻撃がいいんですかね、何回も繰り返したらいいですね、はい、あれね。37歳の英雄ガメス、ちょっと苦しそうだ、しかし前へ出てくる、小さな闘牛トリートというニックネームを持つレオガメス、キャリアは41戦33勝 25KO7敗、1つの引き分け、一方のセレスは29戦22勝 13KO4敗、3つの引き分け、あと左のフック、ガメス、あ、右ストレート、ちょっとセレスのパンチが出なくなった、非常に間を置くとああいったのが飛んできますからね。そうですね、非常によく見て防御してますよね。ガメスの方も必死です。あっ、左のショート、あっと右、ガメスの右アッパー、ショートエンドワンツーから2人接近戦、セレスとしてはもっと頭をつけたいところなんでしょうか、うん、そこで頭をつけてもいいですよね、連打すると数を打つというのが大事なんですね。なるほど、チャンピオンは鼻血を出しています。あーっと右、ガメスの右、あーっと穴のパンチはね、続けたいですね、はい、あー右、前へ、あー真央を打った、ナイスナイスボディ、ナイスボディ、ナイスボディ、チャンス、チャンス、ボディギターズ、チャンス、ボディギターズ、ダメス打ち返した、ダメス打ち返した、ダメス打ち返した、休ませたくないところですね、アッパー、ガメスの目はもっと血が出てきましたね。そうですね、ちょっと血液の方が垂れてきました。おーし、ギターズ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 、ボディギターズ、あ、ボディギターズ、まあセレスの方が攻めていようとも気をつけなければならないのはチャンピオンの右です ね、うん、そうですね、怖いですねそれはね、でもあの非常にあのセレス君も小林君もですね、はい、非常にあの攻めてるからまあ逆にいいんですね、それ一応あった通り気をつけなきゃいけないですね、はい、さあこれから第8ラウンドに入ります。 WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチの12回戦、37歳のレオガメスチャンピオン、ガメスがトランクス下げてきましたね。あー本当ですね、ちょっと苦しくなったということですよ。なるほど、ノーファールカップが随分と見えています。やはりこの急所をプロテクトするノーファールカップ、かなり高い位置にあるということは、ボディが弱いということをレオガメス示しています。ジナイ選手上下の打ち分けいいですね。いいですか、はい、相手をよく見ています。画面の左側、セレス小林、国際ジム、ナイス、28歳、トマヤ夫人とユウカちゃん、一人娘のユウカちゃんもリング下で見守っています。顔面から血を流しています、ガメス、
放つ、そして右目のあたりをカットしています。そうですね、目尻はだんだんあの出血ひどくなりましたね。そして、はい、赤コーナーなんですが、このガメスのキャッチャーちょっと広がってきているようです。あ、そうですか。第8ラウンド、37歳のガメスとしてはいくら体力に衰えはないと自分で言っていても苦しくなってくるところです。いや、ガメス苦しいですよ。苦しいですか。いや、本当苦しいんです、はい、今苦しみます。一方のセレス小林の方はスタミナは十分。小林に連打されるとごまかし効かなくなりますから。あ、止まり始めましたね、ガメスがね、うん、だからアートボディ、それでもっとあの数欲しいですね、手数が欲しい、ね、手数が欲しい、1人前やってる。さあ右手、右には気をつけなければいけない。あれですね、あれですね、あれは体ですよ。あとちょっとフラッとしたガッセレス、これだけ一発でやっぱりまだ残してますよ、右は残している、残してますよ。この後で頭ない、相手がの詰めってのはすごいですからね、やっぱりね。やはりセレスとしてはボディで相手の動きを止めてから連打に行きたいところです。第8ラウンド、あっ、ボディ1人、動きがまた止まった、上がっている。この後まとめたいですね、まとめたい、チャンスですよ、チャンス、右1人。やっぱあの右は怖いですよね、怖いですね、ガメスね、完璧に口で息をしています、チャンピオンのガメス。いや、ほんと呼吸苦しくなったということですからね、はい。ただボディから右、いいパンチを打った時に連打ができれば面白いですけどね。なるほどね、はい、連打できればですね、ダウン取りますよ、はい、あ、左左セレス、ガメスも相当苦しくなっていますよ、ボディから顔面セレス、ナイス、左寄ったセレス、あ、右ガメスの右、打ち終わり止まらないことですね。なるほど、打ち終わり止まると右、今の右で飛びますからね。ボディ、顔面、フック、アッター、右アッパー、ガメス。このガメスを前に進ませてはいけないわけなんですね、浜田さんね。この選手はロープに詰まって体立てられるとですね、力出ないですね、今ですね、はい、今の状態、今の状態はこれチャンスじゃないですか、はい、あー、左今の状態で、さあ、右のボディ、さあ、チャンス、まあ、チャンス、連打するの決める、あー、引いた、セレス引いた、ここで下がっちゃダメですね。なるほど、第8ラウンド終了です。北海道用、地元茨城県岩井市、職場のある荒川区、国際ジムのある台東区から1500名ほどの大応援団が来ています。世界チャンピオンになって有名になりたいというセレス小林、今日勝ちますと明日早朝のテレビ番組生出演も決まっています。さあ、人生、ボクサー生命の全てをかけてセレス小林、一戦一対の大勝負、第9ラウンドを迎えました。 WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、チャンピオン右側レオガメス、背中が見えている挑戦者セレス小林。ガメスの方は前へ前へと来ています。後ろに下がりながらパンチを送っているセレス小林です。浜田剛さん、はい、なかなか連打が続かない小林、どうしてなんですか。そこなんですね、そこでやっぱり一発で、まあ、ガメスがそこがうまいところなんですけどね、連打されたところで一発だけは返しておくと。なるほど、だから止まってますね、この小林は。それがやはり右怖いですからね、セレスとしてもね。ここで押し切るというのも一つ勝負どころなんですよね、はい、あ、なんかこのラウンドはガメスいいじゃないですか。だから取られたそういったことですね、はい、なるほど。ただガメスは本当苦しいですよ、ガメス苦しいですよ。さあ、頭をつけてボディ攻撃、ここでセレス打てるかどうかですよ。さあ、ボディ、右のボディ、サイドボディ、ここで打ち込んでるね、ここで打ち込んでるね。さあ、頭をつけて、ここで勝負です、ボディ、ナイスボディから。さあ、ガメスの方もっと苦しいわけですから。はい、右のボディ、止まると、ガメスの右、止まると、この距離は危ないセレス、あー、危ない、あー、セレス危ないぞ、危ないぞ。小林もいいパンチ食ったか、相手も意外ですからね、首がね、怖いですからね。ここは何とかしなければいけないセレス、はいはい、うん、そう、ボディが一発決まればガメスの動きは止まります。あー、右、小林体流すとですね、体の後は今みたいに右が飛んできますから、なるほど、体流さないこと、我慢することですね、はい。パンチが流れてきましたね、ちょっとね、フェイントを入れて、あー、右、あー、右、左、あーっと、あーっと、右、さあ、セレスも出る、ガメスも打つ、あーっと、右、ガメスも本当苦しいんですよ。ガメスも余力はまだあります。この辺りはうまいところ、ポイントを取られたと思ったらすぐに曲がり、しのぎながら、はい、ガメスも踏ん張ってますね。そうですね、まあ、よく言う、自分苦しいときに相手も苦しいというのはここですね。なるほど。さあ、ボディが決まった、まあ、ガメスとしてはラウンドの終盤になりますと動きが止まってきます。左、これは流れました、右を伸ばす、
あの内終わりもっと小林選手動きたいですね。あ、内終わり、はい、小林のあのコーナー詰まらなくて、そうです、これがやっぱりダメですね。今違いますよね、相手がやっぱり疲れてきたなと思うと、波一過性に来ますね、この辺がやっぱり老害ですね。あ、ちょっと小林の方も、うん、手数が減ってきた。あ、ここの右で攻められる、このラウンドはちょっと我慢ですね、セレスね。さあ、頑張れ。ここでローブン詰めて、相手のパンチ以上に手を出すと大事ですね。はい、このラウンド残り15秒、それ大丈夫ですよ。あ、ガメスも本当疲れてますよ。疲れてますか。ガメス疲れてますよ。あ、2人セレスト1人右、セレス右、あ、打ち、あ、ガメスもすごい、さすが4階級制覇の英雄です。第9ラウンド終了。小林、おとといが結婚記念日でした。しかしあえて昨日試合の前日にダイヤのネックレスを奥さんにプレゼントしています。手紙に添えてありました、今日は勝つからという言葉が書いてあったそうです。多くのものを背負ってセレス小林、引退覚悟で今日の挑戦を迎えています。37歳4階級制覇のレオガメス、やはりこの辺りはちょっと序盤ポイントを取られているんじゃないかということで来ましたね、浜田さん。そこの読みは、あっと来た、ガメスが来た、右に力込めてきましたね。ガメス来た、右に力込めてますよ。チャンピオン来た、やっぱり来た、あっと右、小林踏ん張りどころですよ、踏ん張りどころですね。この10ラウンド、ガメスも苦しいわけですからね。はい、あっとガメスが前に来た、最後の力を振り絞るようにガメスが前に来た。だから小林君負けちゃうね、弱くなっちゃうね、その場合行くような感じじゃないと。長嶋健吾さん、こういう時にはどうすればいいんですか、セレスは。もっとコンビネーションブローが欲しいですね。コンビネーション感じになってきましたね。なるほど、はい、あー打たれている。さあ頭をつけてボディ攻撃、ガメスの正面に立ってはいけません。頭つけるときにもっと左のガードを前に持ってくることですね。なるほど、左が飛んできますからね。はい、あー危ない。鈴木さん、はい、チャレンジャーサイドですが、やはり横に出ろという指示が出ますね。下がってはダメだ、ボディを中心に前へ行けという指示です。ちょっと左のガードの下がり気味になっているか、セレス。ガメス、あ、ちょっとガメスが生き返ってきませんか。いや、本当に踏ん張ってますね。あーって一人、ボディを打て、ボディを打て、ここで続けること、続けること、はい、ボディを打ちたい。ここで続けること、世界取れるかどうかの、そうですね、悩むでしょ、はい、この10ラウンドは大きな大きですね。2001年3月11日横浜市において
レオ・ガメスと WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ12回戦を行い勝利を得たのでここにチャンピオンたることを認定します。2001年3月11日財団法人日本ボクシングコミッションコミッショナー配信見事に WBA 世界スーパーフライ級新チャンピオンになりましたセレス小林です。ここまでの苦労が実りました。高橋会長も泣いています。そしてクラッシャー三浦トレーナーも泣いています。見事見事日の丸を背負ってチャンピオンベルトを巻きました。そしてまたすぐにああ世界一だそういった言葉が聞かれます。 WBA のチャンピオンベルト見事セレス小林世界の頂点に立ちました。パパが世界チャンピオンになりました。レオガメスの方は今ようやくリングから降りたところです。いやー回転高さ素晴らしい試合でしたね。セレス小林君とはやっぱりボクシングの金ですよ。そうでしたね。本当に頑張ってね、お前で壁に突き当たってそれに突き当たってきてね、本当にやっぱり苦しいこともいいことになってますから本当に花が咲きましたね。よかったと思います。浜田強さん、いやーやはりこの人の精神力の強さはすごい。そうですね、本当にまあみんなに勇気を与えたでしょう。 WBA スーパーフライウェイニューチャンピオン、素晴らしい試合でしたね。会心の試合でした。いやまだ足が震えてる。いや前半で、ゆうか、パパ勝ったよ。ゆうか、パパ勝ったよ。寝てるよ。パパ勝ったよ。小林さんね、ゆうかちゃんは前半の試合を見てもう後半は安心して途中寝てましたよ。あ、寝てたの。パパ勝ったよ。勝ったよ、ありがとう。あの前半良かったですけどね、ちょっと19ラウンド目に相手が勝負をかけてきたんで、その時にちょっと下がっちゃったんで、10回にちょっと前出ろって言われて、三浦さんにちょっと左の威力がなくなってるから右狙いって言われて、そしたらドンピシャでカウンターで入って、はい、これまでのボクシング人生苦しいこともありましたが、この大一番で最高の試合ができましたね。いや気持ちいいっすね。ただガメッセージ思ったよりもスピードなかったんで、いやよかった。でもパンチ力がやっぱりありましたね。場内をご覧ください。黄色一色大応援なんですよ。ありがとうございます。やったぞ。話によるとちょっと前半ですね、マウスピースが届かなかったんですって。僕なんかやっぱ緊張したみたいで、なんか違うマウスピースを届けちゃって、なんか口合わないんですよ全然。でこれ違います違いますって言ったら、これお前からもらったやつだよって言われたんで、やばいですね。でも公約通り前半からボディ行きましたね。いやボディ打たないとこの試合も勝てないと思って、じゃあもう頭の中ではローブロー1点ぐらい取られてもいいやぐらいで行ったんで、それが良かったです。最後に一言、このチャンピオンベルトを巻いた今の気持ちをお願いします。いや俺が世界チャンピオンになれるなんて、もう本当もう夢のようです。これからも一生懸命一戦一戦頑張りますので、皆さんまた応援来てください。お願いします。どうもありがとうございました。ゆうかちゃんと一緒に存分に世界チャンピオンとしてのリングを楽しんでください。自分プロボクサーになれますか。小林昌司のボクサー人生はこんな質問から始まったんです。元日本王者の三浦俊美トレーナーと二人三脚で歩んできたチャンピオンロード、勝利以外は引退、悲壮の決意で臨んだこの2度目の世界挑戦、見事にチャンピオンになることができました。そして一人娘優香ちゃんとの約束、リングで抱っこして記念撮影、いやいい笑顔をしていますセレス小林。いやファイティング原田さん、それにしてもこのセレス小林、まあ、本人も言っていましたが雑草から這い上がってきたボクサーですからね。素晴らしいですね。やっぱり若い選手なんかも、はい、やっぱり小林君のこういうね、みんなとこないといかないですよね。いい時はいいけどやっぱり壁につけたってやっぱり強くなっていくんですけど、先生ね、いよいよやっぱり素晴らしいですね。長嶋健吾さん、はい、ご覧になっていてどうですか。
いや自分も今年小林選手に続きたいですね。そうですよね。なかなかこのタイトル出しと瞬間目の当たりにすることができませんからね。いろいろやはり自分の時のためにシミュレーションとかできたんじゃないですか。そうですね。楽しみにしてます長嶋健吾選手。川田剛さんいかがですか。いや本当に苦しい練習の後にこんなに嬉しいこと、いいことがあるんだと、お手本を見せてくれたということじゃないですかね。本当ですね。前回去年の夏に世界挑戦失敗しましたけれども、その後何が自分に足りないんだろうと、キャンプ中はゴルフ場でランディングするときは、きついところをわざと走ったり、スパーリングの時にうがいをすることをやめたり、そういった小さなことの積み重ねで精神的に強くなった。あとベルト落としましたよ今。うれしいのが待っていいんですかね。いやいや、まあちょっとベルト落としてしまうというハプニングがありましたが、見事セレス小林選手が WBA 世界スーパーフライ級チャンピオンになりました。地元の荒川区、そして台東区から黄色いタッグを着て、今日は1500人以上の応援団の皆さんが詰めかけてくださいました。まあ本当にこの石のために、石のために練習してきたんですからね。そうですね、いや本当に素晴らしい。長嶋健吾さんは改めてこのセレス小林の勝因は何だと思いますか。やっぱり強靭な気迫じゃないですかね。自分を見習う部分がたくさんあります。セレス小林はね、前から自分にはスピード、感知力、感、ずば抜けたものは何もないんだと、そういった中でこのチャンピオンになる、やはりこのあたりは気持ちの強さ。はい、そうですね、それを一番感じましたね。なるほどね、はい、長嶋健吾選手としても今日は感じるところが多かったんじゃないですか。そうですね、はい、ね、もう今拳握ってね、今にも俺がというね、長嶋健吾さんはそんな感じですけれども、いや横浜アリーナ、この試合が始まる前にはこんな大きな会場で俺が試合やっていいのかななんて、そんな風に感慨深いに話していたセレス小林ですが、今世界チャンピオンのベルトを高々と上げまして、まあ、ファイティングカルダさん、はい、これで世界チャンピオンになったわけですから、人生がまた変わるわけですね。いい方にですね、変わってもらいたいですね、非常にやっぱり小林君は苦労人ですからね、はい、そういう意味では大事だと思いますけども、これからまた一戦一戦ね、やっぱり世界チャンピオンになるとガラッと人生が変わってきますから、そうですね、いい方に変わってもらいたいと思いますね。浜田剛さん、はい、日本タイトルを取った時も3度目の挑戦でようやくだったんですよね。世界タイトルも早く取れましたね。いやそういった例は今までないんじゃないですか。そうですね、ということは頑張ったら頑張った分そうやって、取れるということで、これからの選手にも勇気づけたんじゃないですかね。プロボクサーというのは日本に2000人以上いるわけですけれども、みんながみんなエリートというわけではなくて、まあ、セレス小林もエリートで出発したわけではないですからね。そうなんですね、本当に門を叩いて自分から誘われてきたわけなんですね。そういった面ではやっぱり今まで の少年たちにも夢を与えたでしょう。そうですね、しかしやはり原田さん勝った後ですからはっきりしてますね。そうですね、疲れはありませんね。勝って疲れて負けるのは全然違いますよ。もう勝てばもう疲れがしていますよ。言葉ももう大変ですよ。はい、もともとおしゃべりな小林選手なんですけれども、でもいい顔してますよね。今日上がってきたらそういう顔してますよ。本当ですね、すごいね。はい、全く今ダメージはないと、まあ、いつにも増して饒舌になっているセレス小林選手です。まあ、周りを職員者の皆さんに囲まれました。これがプロ30戦目、見事に世界チャンピオンに輝いたセレス小林選手です。